皆さん朗報です。140万円を失いました。ダメです。動きません。吉田です。28コア56スレッド、ワークステーション向けのインテル最強級 CPU、G4W3175X、通称 G4XA PC、お仏壇の長谷川 PC とか、パチンコ台とかそう呼ばれることも多々あります。総額140万円もかかっている化け物自作パソコンですが、今日はラストということでオーバークロックしてその実力を見せつけてやろうと思っていたんですけど、まあ吉田さんね、ワンパターンですよ。想定外のトラブルが発生。簡単に言えばライゼンスレッドリッパー 2990WX の悲劇再びって感じ。まあ悲劇は後半の楽しみにとっておくとして前回の補足です。水槽に発生していた泡ですが1週間くらい放置していたらなくなりました。チューブ内にもほぼ気泡がないので非常に綺麗な状態。チューブを曲げるときにつけたマジックマッキーの後はアルコールで取れるというコメントが多かったですが、吉田が試した限りは全く消えません。同様に除光液やパーツクリーナーも試しましたが同様に消えないですね。よくわかんないですが工業用ドライヤーで加熱してるんで染み込んでいるのかもしれません。ホストエラーが出て Windows が起動しない問題はこれは単純でした。 CPU ファンスピードエラーです。 ASUS のマザーボードは CPU ファンが回転していないと OS が起動しないようになっています。この仏壇 PC のラジエーターファンは USB 接続です。なのでマザボのファン端子にファンが1個も繋がっていません。ASUS の BIOS って個人的にぐちゃぐちゃしていて分かりにくいんですけど、映像のところを無効にすれば Windows が起動しました。ポンプのパワーが強すぎる問題、1時間に210リッターもの水が通過するって意味だよね。風呂1杯分、ゴーってうるさいです。サーマルテイクのポンプはペリフェラル電源なのでマザボに繋がらないんですが、変換アダプターで無理やり繋げました。もちろん信号線がないので回転数は認識されません。回転数信号はないんだけど、ファンコンをいじれば回転数下がんないかなって思ったんですが、無理でした。回転数信号がないと設定しても反映されません。うるせえから外付けタイプの PWM 制御のファンコントローラーを用意、PCI スロットにつけるやつ。サーマルテイクのポンプは失敗したなって思ってます。他社のは普通にマザーボードにつなげますからね。ちょっとペコペコしているのが気に食わないですが、見なかったことにしましょう。モーター下についている調整ダイヤルを最小にしてファンコンで絞ったら50から60になりました。この状態だとタイタン RTX のファン音より静かです。タイタン RTX はアイドル時でもファンの音が高めなので多少音がします。ちなみにこれ以上は下げられません。絞れば下がりますが始動ができません。始動時が一番パワーを使うのでここら辺がギリ起動できる最小値。あと M.2SSD も交換しました。Amazon プライムデーで9000円台で購入した 1TB の SSD。PCIe 接続で1万円切ってるなんて信じられないよね。衝撃的な安さ。この SSD は QLC と呼ばれる耐久性や速度に劣る廉価グレードなんですが、QLC ってどうなのって思ったので買ったところもあります。QLC なんてありえないというご意見もあるでしょうけど、食わず嫌いになるのも良くないよね。とりあえず吉田のメイン PC の C ドライブとして使い込んでみます。補足としては今まではインテルの 760p の 240GB が刺さってました。それと交換です。ASUS の最上位マザーボードに採用されているメモリースロットみたいな M.2 スロットは非常に使い勝手がいいです。取り付けが非常に楽、コストは高そうだけどね。グーどんだけ、おっとっと、重さはなんと 25.3kg でした。ヤマト運輸の宅急便では送れません。なのでプレゼント企画は不可能です。ご安心ください。ジョイン。この時はまだ悲劇が起こることに気がついていない吉田ですが、とりあえずそれっぽく配置。待機電力が 8W もあるのはクソすぎる。電源オフでも LED 電球1個分です。スイッチオン!ここでダメです。を期待したかもしれんけど、すでに動作確認済みなので、BIOS くらいは問題ありません。メモリー速度は DDR4-3000 にしました。以前は3200にしていましたが、OCCT でエラーが起きたので念のため一段落としています。SSD を交換したので Windows をクリーンインストール。吉田さんは Windows インストール職人なので、何のトラブルもありません。プロですからね。ダメです!まあ余裕でブルースクリーンですよね。見慣れていて可愛いもんです。G4 草とは長い付き合い。
原因は分かっております。無線 LAN です。無線 LAN を有効にしたまま Windows をインストールできないというクソ仕様なんですよね。この子は何回も騙されていますが毎回引っかかります。というか初期設定で無効にしておけよって思います。なんやかんやあって OS のセットアップは完了。ドライバーも全部最新式です。やっぱり58スレッド、メモリー 96GB、 タイタン RTX はぶっ飛びすぎていますよね。アイドル時で 141W ですから、電気代で破産寸前です。まあぶっちゃけるとこの時点で仏壇 PC を使う気がしないよね。いくらパチンコみたいにピカピカ光ってもさ。サーマルテイクのファンは専用ソフトでコントロールします。噂には聞いていましたが、まあ超使いにくいですね。LED を細かく設定はできますよ。でもごっちゃごちゃしています。ちなみにファン回転数もこのソフトで制御します。ただ細かな設定はできません。パフォーマンスモードかサイレントモードかその中間かそれくらいです。でもファン自体は非常に静かです。吉田はピカピカ否定派です。なので水の色と同じ赤にしました。ハイパー X の光るメモリーは前から言っていますが引き続き制御不能です。単色の赤にするとなぜか端っこの2本が光りません。あと今回は前回より悪化して左側のスロットが全く制御効かなくなりました。その後ゴニョゴニョいじりまくっていたらなんか知らんけど左側スロットも制御できるようになったりはしたんですけど、結局のところ端っこ2本は制御不能です。まあしょうがないのでこのスタイルでいくことにします。だからこういうウルトラハイエンドデラックスハイエンドは嫌なんだよね。絶対何か相性問題が起きます。理由は簡単で、メーカーもこんな使う人が少ない構成で動作チェックしていないからです。結局普通がいいよ、ロマンとかいうバカなことをすると銭失います。話は変わって本格水冷の実力ですが、アイドル時で38度でした。40度切っていたら優秀ですよね。水温は 33°C です。何度が適切なのかはよくわかりません。CPU-Z で CPU 使用率を 100% にしました。CPU 温度はだいたい65度から70度です。CPU だけの負荷で電力が 482W。アイドル時でも 140W なので、その差は約 340W。最低でも 340W は CPU で消費しているという化け物ですが、それでも70度を保ってます。管理がクソだるい本格水冷にして良かったなと思う点はファンの音。CPU 使用率 MAX でもファン回転数は 900RPM 程度です。非常に静か。エアコンの駆動音の方がうるさいのでほぼ無音と言っていいレベル。 Core i9 の簡易水冷 PC よりも冷えて、しかも音が静か。無駄に金をかけただけあって性能は非常に優秀です。ドイン。この後起こる悲劇にまだ気がついていないアホな吉田さん、俺様の140万円自作パソコンの実力を見せつけてやろうと思って Core i9-9900K の雑魚 PC との比較テストを実施。最初は順調でした。シネベンチです。今までは R15 を使っていましたが、今後は最新の R20 を使っていきます。まずはマルチスレッド処理。40万円の G4W3175X が 12,800、6万円の Core i9-9900K が 4,898 となりました。28コアと8コアなので、コア数は 3.5 倍ですが、ベンチ結果は 2.6 倍です。これは G4 はコア数を重視なのでクロックが 3.8GHz までしか上がらないですからね。1コアあたりの性能はコア i9 のが上です。これは以前にもお見せしましたが、旧バージョンの R15 の場合は 5378CB です。64スレッドのライゼンスレッドリーパー 2990WX が5024なので、56スレッドの G4 クサノが性能自体は上です。ただ値段が40万円と20万円なので、 G4 クサノコスパは死んでますけどね。シングルスレッド性能は完全に Core i9 に負けています。 G4 はスカイレイク世代第6世代ベースで古いですからね。あんまりクロックが上がらないというのも原因。シングル性能が重要なソフトって多いです。僕が愛用している動画編集ソフトのプレミアプロも、動画書き出しはたくさんスレッドを使ってくれますが、編集中のプレビューやモザイクの追尾処理などはあんまりスレッドを使ってくれません。場合によっては1スレッドだけしか使わないものもあります。そういう場面では G4 より Core i9 のが早い可能性すらありますよね。個人的には現時点では8コア16スレッド、多くてもその倍くらい、それ以上は一般人には必要ない世界だと思う。吉田みたいにベンチ結果を見せつけてすげえだろウェイって自己満足するだけなら別ですが。
次は動画書き出しの比較です。吉田的にはこれが一番重要です。この140万円 G4 クサ PC は動画編集に使います。フロックが低いのでゲームだったら確実に Core i9 のが向いてますから。前回のミラーレス一眼キャノン EOS R の動画をエンコードしました。 Adobe のプレミアプロ、正確にはメディアエンコーダーというソフトですが、設定は H.264 フル HD60p の YouTube プリセットです。注意が必要なのはビデオカードが違います。 Core i9 は 1660ti、 G-ON は Titan RTX なので全然スペックが違います。ただ過去の検証結果から言って Core i9 は 1660ti の性能よりも CPU がネックになってます。比較上の問題はないと判断しているというか、いちいち取り替えるほど暇人ではありません。18分の動画書き出し時間は Core i9 が11分55秒に対して G-ON は8分19秒。コア数は 3.5 倍ですが、書き出し時間は 1.5 倍くらいしか早くはなっていません。CPU 使用率を見ればわかりますが、 Core i9 は CPU 使用率が 100% 近い。でも G4 は 40-60% 程度までしか上がりません。これは Ryzen Thread Reaper 2990WX の時と全く同じです。スレッド自体はほぼ全スレッドを使っていますが、半分くらいしか MAX 負荷がかかっていませんね。エンコード処理は56スレッドも使わないんでしょう。遊び気味のスレッドはエンコード以外の演算に使われているから、ちょい遊び気味なんじゃないかな。書き出しが12分から8分に短くなる、って感じですよね。その4分に40万円の価値があるのか、あんまりないと思います。もちろんこれはフル HD の比較です。 4K8K ならもっと差が出るかもしれませんが、吉田は 4K で書き出すことはないですからね。意味はありません。あまり触れたくなかったんですが、ここはあえて現実をお知らせします。実はプレミアさん、ビデオカードのハードウェアエンコードで書き出すことができます。標準ではインテル内蔵グラフィックしか対応していませんが、プラグインを入れると GeForce のハードウェアエンコードが使えちゃいます。これがめっちゃ早いです。具体的に言うと G4 で書き出すと約8分でしたが、 G4 プラス Titan RTX のハードウェアエンコードで書き出せば半分の4分です。Core i9 と 1660ti の組み合わせでも約6分です。Core i9 と Titan RTX の組み合わせは試していませんが、H.264 のエンコーダーに性能差ってあるんですかね。まあそこはわかりませんが、一つ言えることは18分の動画を6分で書き出せれば何の不満もないと思います。実時間の3分の1ですからね。吉田は動画エンコードをしつつサムネイルを作成しています。サムネイルは6分でできないので、書き出し時間が6分だろうが8分だろうがあんま関係ないです。そう考えると Core i9 プラス GTX1660Ti で十分じゃん。低消費電力だしね。そう思っちゃうので、今までこのプラグインには触れてきませんでした。まあ別に謝るつもりはないけど、純正じゃないから。話は変わって、新しく付けた SSD のことを忘れていました。左が今回付けたクルーシャルの M.2SSD1TB、 右が以前紹介したシリコンパワーの SSD1TB です。シリコンパワーは TLC ですが、クルーシャルは QLC です。なので結構性能差がありますよね。ただ SATA SSD よりはだいぶ早いので、実際に触っていて遅いと感じることは全くありません。5000円も安いですからね、これで十分かな。あとは QLC の寿命です。これは実際に使ってみないとわかんないのでノーコメントですが、レビューを見る限り壊れたってのは見かけないので大丈夫じゃないかなと思ってます。ジョイン。ということで、シネベンチも動画書き出しも特に問題なくできたので、メイン PC として設定していこうとしたら、ここからが悲劇の始まりです。マジで焦ったよ。ダメです。32コアの Ryzen Thread Reaper 2990WX の時に何回も見かけたクラッシュレポート、動画編集ソフトがクラッシュしました。何したらクラッシュしたかというと、 Adobe Premiere Pro には設定をサーバーに記憶しておく便利機能があります。画面配置やショートカットキーのカスタマイズ、設定の変更、これらをサーバーから読み込めるんですが、ログインしようとしたらクラッシュします。たまたまかなと思って何回も試しましたがダメです。プレミアプロってバグが多くて有名なので、2個前のバージョンをインストールしてみました。結構これで改善することもあります。ダメです。ダメですね。これはやばいよね。この機能は絶対に必要です。吉田さんかなり設定をカスタムしているし、定期的に見直したりもしています。なのでサーバーに設定を保存できないのはありえないです。あとは CMOS クリアしてみたり、ダメです。超めんどくさかったですが、メモリーを11本抜いて1本にしてみたり、メモリー速度を DDR4-3000 から初期設定の2400に下げてみたり、ダメです。他のソフトとの相性でダメかもしれないと思って Windows を初期化してみようとしたら謎の表示が出たり、
Windows のインストール USB メモリーを挿しても Windows のインストール画面が表示されずフリーズしたり、なんか知らんけどいけたな。Windows を再インストールできずに困っていたんですが、何回も繰り返していたらインストールできたり、最低限のドライバーだけ入れてみたり、ドライバーすら入れずに試してみたり、いろんなパターンを試しましたよ。ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。はい、無理です。それ以外にもいろいろ試してみて、朝の5時くらいから昼の2時くらいまで戦ったんですが解決できず、動画を撮り始めた時はウキウキでした。なんやかんや言っても3ヶ月140万円もかかって作ったお仏壇です。そりゃ達成感もありますよ。電気代もバカ高いですが、それでもメインとして使いたかった。でも吉田が一番使う Adobe Premiere Pro が動かない、絶望感しかありません。なんとか動かそうと6、7時間頑張りましたが、ダメです、